それでは今回プレイさせていただくのはこのゲーム、ビヨンド。不思議な力を持つ少女ジョディの半生の物語です。過去には同年代の、ね、子にいじめられたり、レイプも、ね、されかけたり、いろんなさまざまなことがありました。そんな彼女もついについに男との男性とのディナーデートをすることに。ただそう一筋縄にいかないのがこのゲーム。それではご覧ください。スタート。ボクシング、これ実写ゲーム画面じゃないよね。結構ヘビーレインから多かったよね。なんか実写のボクシングシーンがなんか退屈そうにぼーっと見てますね。結構セクシーな格好してますよ、うん、わわわわわ、胸がそんなにないけど、はい、ジョディ、いや、ライアンだ。ライアン、あのさ、メールは読んでくれたかな。それってどのメール？3日前に送ったやつだよ。え、壊れてんじゃん。いや、最近 PC の調子が悪くて。物理的じゃん。メールの内容は？ディナーだ。今夜おしゃれなレストランで。とにかくもう遅いし、また今度かな。やだ。わ。ごめんなさい、私。ねえ、それじゃうちでディナーしようよ。新しい部屋を見たいって前に言ってたじゃない。ああでも、8時頃でいい？ OK。 美味しいワインを持っていくよ。それじゃ。でも早いんじゃない？家デートはまだ早いんじゃない？もしかするともしかしちゃうよ。ん？何？だから PC を吹き飛ばしたの？どうしたの？ライアンに会わせたくないから。ねえ、あんたには関係ない。エイデン、私の勝手でしょ。もういい、最低。何度言わせるつもり？私はあんたのものじゃない。私が誰と付き合おうと、それは私の勝手でしょ。ほっといてよ。ちょっとあんた聞いてる？私の勝手、分かった？いい。正直ライアンは好きよ。魅力的で、それに頭もいいし、面白いし。だから本気で好きになりそうなの。ええ、そうね、バーで起きたことはよく覚えてる。ありがとう、思い出させてくれて。ライアンはそんなんじゃない。オッケー、オッケー。7時間で料理して片付けて服着替えなきゃ。まあ要するにエーデンっていう霊体とつながって、それがね、特殊能力になってますね。その霊体であるエーデンがいろいろ物を動かしたりできるようになってます。部屋汚いなー。すごいね。女の子の部屋とは思えない。これ何？ゲーム機。うわ、片付けてない。それ違うやつ。押し込んでるだけ。ここら辺も片付けないと。スナック菓子ちゃんと食べた。いや、行くんかい。すごいな、バイタリティがすごい。よし、どこに？ゴミ箱はキッチン。キッチン、これか。このゴミ箱捨てて、もっと事前にやっとかないと。次は服を着替えた方がいい。このままでもいいかい？誘ってるようでいいよね。汗臭いか。あとはこっち側はない。ここか。あ、ここ開くのね。ここは寝室。寝室に時計。もう7時11分。ここは服がしまった。しまった。うん、今からシャワー浴びる時間あるかな。シャワー、ううじゃあ浴びよう。先にシャワーを浴びよう。大丈夫大丈夫。
ちゃちゃっと軍隊だったら1分とか2分で流しちゃうから。さあ来ました、皆さんのお待ちかねの時間。パンツ下ろして。リナどうしよう。いいんだよ、確かキッチンに何かあったはず。それより先に自分を食べさせてあげればいいんだよ。さあシャワーを浴びましょう。あー気持ちいい。見えそう見えそう。そんな大した体じゃないけど。あーもうちょっとした。アングルがこの黒帯いらないよ。下見ててよ。ほらまた都合よく。そんな浴び方するの。さあこんだけ石鹸とかも使わないんだ。ボディーソープも使わないの。さあゴシゴシ凹凸を、体の凹凸をちゃんと拭かないと。そんな出てないけど。でからのこれは下着か。下着を履いて黒い。また勝負下着。そこまで見せなくていいのに。さあそこから着替えないと。着替えないとね。このまんまじゃいけない。ここか。さあ何着ようかな。あ選べんのね。クール、セクシー、エレガント。ちょっとセクシーを見てみよう。ねえライアン、待ってたのよ。練習ちょっと着てみよう。そんなセクシーに見えないけど。いつもとは違う、セクシーな私を見せよう。おお、いやあんまり普通じゃない。なんかウェイトレスみたいな感じだよね。おお、なんだ。いい加減諦めたらエイデン。オッケー。よっぽど今日はライアンとディナー、わかった。デートしてほしくないんだね、ディナーデート。さあ次は、おお、この文字見てんな。くそ、めんどくせえ。もうエイデン、イライラさせないでよ。まあ要するに離れられないからね。ちょっとへそ出してるところがセクシーなのかな。さあ結構片付けるのが多いな、こういうのとか。いっか、ラフな感じで。よし、洗濯物は洗面所のバスケット。バスケットの中に。よしよし。まあこいつの日頃がね悪いよね。あ、なんか書かれてる。え、誰。え、もう来たの。早くない。もう来たの。今行く。黒猫大和ですってオチじゃないよね。こっち側じゃない、間違えた。ここ違う。どこだ、道がわからない。あれ、あ、ここか。ってオチじゃないよね。誰もいない。いたずら。ん、おお、え、嘘でしょ。最高エイデン。どうすんの。おさん、ほらドア開けて。なんなんだよ一個一個。くそ、開けろ、ほら。エイデン、めんどくせえな。次は、うん、何。あ、こういうこともできんの。私がルールなのよ。従いなさい。あんた喧嘩売ってるの。こういうこともできんだね。あ、鼻血が出た。上等じゃない。ちゃんと自分が操ってやることもできんのね。さあ次はどうしようかしら。さっきの鏡のやつを見てみようか。うん。
You have me。 あいつはいらない、僕がいる。やめてエイデン、よっぽど嫌なんだね。わからないの。もうちゃんと言語とかわかるってことか、全部。で次はどうしよう。コンドームとか買いに行く？そんじゃない？あ、なんかディナーの用意とか言ってたね。これか？なんとか1時間で作れるもの。1時間で作れるもの。1時間もあるか？めくってくの？チンジャオロース。チンジャオロース。しかも簡単そうだし。本当かよ。次は？チキンカレーと野菜グリルか。オーブンが時間かかりそうだけど。確かに。でも作れそう。他は？宅配ピザ。そんなページあんの？合成じゃないけど、準備はいらないし簡単だし。それもありか。あ、挟まってたのね、チラシがね。じゃあここはあえて難しいチキンカレーいっとこう。チキンカレーにしよう。家庭的な感じだし、きっと気に入るはず。私が失敗しなければだけど。リスクは高いな。じゃあまず冷蔵庫、ここか、取って。でも食材は結構揃ってんのね、料理しないって割には。おお、それはそれはいかんだろう、エイデン。ちょっとビビってるよ。ありがとう、エイデン。うん、ちょっとビビってたよね。なんか危ない切り方。切って、で、次は？これは？な、早くない？玉ねぎ。そんな早く泣ける？早いなぁ。切ってる時はなんともないのね、逆に。で、鶏肉を取り出して。こんな食材少なかったっけ。で、その後はここまではOK。ここまではOK。次はここ。届かないってこと？身長低いもんね。椅子を、マック持ってきて。届きそうだけど、背伸ばせ、足伸ばせば。で、取って、あんま使ってん。でもすごいな、いい家だな。汚しすぎだったけど、これを全部入れて。こんな作り方なので、ぶち込んで全部。こんな料理ある？男の料理だろ、どっちかというと。で、塩コショウ、コショウ、またコショウ、もう一丁コショウ、まだまだコショウ。もうやめ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 よ、まずくなっちゃう。他は塩。じゃあね、これね、塩いっぱいかけておきましょう。高血圧だって聞いてるから。ほら、塩分いっぱい取りましょうね。はい、いいかな、もういいかな。さあ、やめる。完成。たっぷり味付けしたわよ。それじゃ、あとはオーブンに入れて、オーブンにぶち込んで完成まで待ちましょう。結構ほうれい線がすごいな、この子。何歳？30超えてるよね、顔だけ見たら。で、あ、これを回して。さあ、あと何の準備かしら。あとはコンドーム。ねえ、それさっきも言ったわね。わっ、絶対にライアンに会うんだから。めんどくせえな。
嫉妬深いんだね。男の子ってことかな、やっぱりエイデンは。名前からしても。ここはここに、あ、皿がある。お、ちゃんと自分でね、皿を並べてね。どっかの出来の悪いお父さんは皿自分で並べられないからね。さあ、あとは今何時、何時かしら。時計も見ましょう。まだもうちょっと時間あるわね。あとなんかやることあるかしらね。あとは掃除もだいぶ片付いてるし、この動き、この彼女の動き、気取りすぎ。これお酒？ちょっと飲んでみましょう。あ、もうちょっと。ああ、あんま好きじゃないのね。で、でここにも長澤くんが壺を見るたび言う長澤くんがいる。あとなんだろう、あともうあと時間まで待つしかないの。ちょっとベッドで予行練習しておこうかしら。コンドームを横に設置して。落ち着いて、落ち着いて。オッケー、落ち着いて、うん、大丈夫大丈夫大丈夫、うまくいくって。股を開けば大丈夫、それだけ。あとは、あとはどうすんの。ちゃんとできてる料理は。もういい場所だよね、ここ。何回窓開けて空気も入れ替えましょう。相当いい場所だよ。で、次は、あとはもうやり残したことない？あとはなさそうね。料理ちゃんとできてるかしら。覗けないの？あ、来た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 。あ、イケメンじゃん。相当イケメンじゃん。この子じゃもったいないよ。イケメンすぎる。身長ちっちゃいで140センチとかじゃないよね。私は真剣なんだからお願い。うわ、めっちゃイケメン。どうも。あ、2001年のシャドーマルゴ。またいい弟子だって店員が言ってて。どうもありがとう。いや、ムカつくわ。うん、散らかっててごめん。まだ引っ越したばかりだから。いや、平気だよ。生活感あっていい。フォローも優しい。あ、座って。あれ持ってくる。ほら、ワインオープナー。ワインオープナー、どこ？これか？くるくるくる。おお、いい部屋だね。え？優しい。そう、聞こえてただろうにね。エイデン、言うこと聞いて。ひどいな。どれ、ワインオープナーは一回閉めて。料理も大丈夫？途中で開いたんじゃないの？ここか？これをくる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 ってやつね。さあ、ワイン飲みましょう。あ、ここじゃないの。こっちじゃなかった。こっち側か。せっかく皿置いたのに。開けようか。うん、私が。そうか。さあ、開けて開けて開けて。もう邪魔はさせないわよ。結構注ぐな。ジュースじゃないんだから。ありがとう。新生活に。うわ、ムカつくわ。リア充だわ。こっちとらニート生活じゃ。いつ引っ越したの？2週間前、局が見つけてくれたの。家具も最初からついてて。
実は私これが初めてなの。その、うん、一人暮らしは慣れるまでかかりそうだけど、いろいろ、うん、これは営電支店だよね。あなたはどの辺に住んでるの？ああ、町の端に住んでる。こら、くらえ！気まずいね、この町で育ったの？まあ、あんまり、生まれは俺なんだ。今も両親と弟がいる。このままだったら俺は16の時に。あ、そんなね、いきなりね、家デートなんて早いんだよ。気にしないで、エイデンが邪魔してるの。まずは公園からとかでしょうが。あとは、これかい。この長澤くんにドーン。気まずい気まずい、相当気まずい。そうだ、料理見てこなかった。料理あったね。ほら、私料理ってかなり初心者だし。手伝う？うん、でももっとワインがあったら嬉しいかも。そうか。気まずいな、雰囲気気まずいな。どうなんだろう、うん、いい匂い。あ、これチキンカレーに野菜のオーブン焼きのつもりで作ったんだけど。作ったんだ、美味しそうだよ、うん。さあ、どんなリアクションが待ってるか。結構食ったよ、塩分は、うん。お、おお、美味しいよ。おお、よかった。気に入ってくれてよかった。優しいだけか。血圧上がるよ。お、また一緒に働くようになって2年経つけど、でも君はせっかく買ってきたはいいんだけど、せっかく買ってきてくれたはいいんだけど、気まずー。ご両親とはたまに会うの？ドーン。こんなん嫌だな。せっかくとのイケメンとのデートなのに。うん、問題ないから。エイデンがちょっとイライラしてるの、それだけ。あとはこっち側ある。ネイさんは君とエイデンのリンクについて説明してくれ。他に、あ、なんか今あったよな。そっち側か。あんまり。椅子の方にあった。インフラワールドのことがいろいろ解明。会話ができてねえな、全く。会話になんないっていう。ん？ジョディ、エイデンの様子がおかしい。いや、最初からだろ。ちょっと待って。あんたのやきもちにはほんとうんざりなの。どこだか知らないけど、いい加減あんたが元いた場所に戻って、私をほっといてくれ。もう出てって聞こえてるんでしょ、さっさと出てって。今もここにいるの？会話を聞いてる。じゃあここちょっとおとなしく見ておこう。ちょっとやりすぎた。いつもそばにいる。二人のね、成り行きを。自分はどうなの？こっちに家族は？いや、両親はまだオレゴンにいる。あまり会わないようにしてるんだ。うん。あなたは結婚はしてるの？それとも？いや、ただしてたことはある。前の妻とは別れてそろそろ2年になる。なんかうまくいかなくて結局ダメになった。いい思い出もあるけど別の道を歩むことにしたんだ。君は気になる人は？お前だよ、このクソイケメン。私にはエイデンがいるから。こっちの世界には？言えよ。いつもエイデンがライアンだろ。人を寄せつけないから。ライアン、それとも私自身がかな。きっと私は
疲れるには変わりすぎてるの。君は特別だ。ああ、ダメ。エイデンとは関係なくね。いや、ダメ。エイデン邪魔して。エイデン。エイデン。くっついちゃう、くっついちゃう。あ、舌が。まずい。ペットにしちゃうよ、このままだと。あららららららら。ヒゲが。あ。え、どこ行くの？どこ行ったの今？あら、あら、そこまで行っちゃうのも早いって。何しとんの、女の方から乗っかって。コンドーム買ってきてないのに。嘘でしょ。あ、やめて、やめて。ジョリ、なに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 、やるならやれよ。でもあなたの、あなたのせいじゃないの。ただ忘れられないことがあって。メンヘラ。いいんだ男、勃起してるだろ。もういい。ごめんなさい。じゃそれじゃ行くよ。じゃちょっとなんだよこの気まずい感じ。あらららららら、せっかくのチャンスを。え、終わり？これで終わり？なんだよ。はい、パンツを下ろして待ってた方申し訳ございません。エッチーな展開まではいきませんでした。ただこの二人の関係、またジョディ、エイデンはどうなっていくんでしょうか。まだまだこのビヨンドから目が離せません。それではまた見てください。バイビー。